皆さんこんにちは、クロです。 Hi everyone, it's Kuro。 見てくれてありがとう。 Thanks for watching。 今日はタゴ板、羽根付きの羽根を作ります。必要なものはこちらになります。15センチ、15センチくらいの折り紙、そして 7.5、7.5センチくらいの折り紙、そしてハサミになります。小さい折り紙がなければ15センチの折り紙を4等分してください。和風の折り紙があればお正月の雰囲気が出ておすすめです。まずは羽子板から作ります。大きい折り紙を裏返しにしてください。そしてこちらの線に沿って半分に折ります。今度こちらを縦にします。縦 1,2,3 分の1、横も 1,2,3 分の1を目安にハサミでカットします。逆側もハサミでカットしてください。でカットが終わりましたら、次はカットした部分に合わせて折り込みます。逆側も同じように、はい、折ってください。はい、次はこちらの線、半分ぐらいを目安に、半分ぐらいからこちらの角まで折り込みます。逆側もこちらの半分ぐらいを目安に角まで合わせて折り込みます。そして裏返します。はい、これで羽子板の完成です。上手にできましたか？次は羽を作ります。小さい折り紙を持ってきてください。色付きの部分を上にして、こちらの角を、角と角を合わせて折り筋をつけます。はい、開きます。こちらの折り筋が縦に来るように置いてください。次はこちらの点と点をつないで、その線上に、線上の下に来るように折り込みます。次は裏返します。今度はこちらの線とこちらの線合うように折り紙を折り込みます。逆も同じです。こちらとこちらの線が合うように折り込みます。次はちょっと難しいんですが、こちらの白い部分、上にある白い部分は折り込まず、色のついている中の部分だけ折り込みます。逆も同じです。白い部分はそのままで、中に折り込みをします。このようになりますね。このようになります。はい、次はこちらの線がこちらの線よりも少
少し外側になるように折り込みます。このようになります。逆側も少しこちらのところがはみ出るように外側に折り込みます。このようになります。次はこちらの角 1,2,3 点少しだけ中に折り込みます。はい、このようになります。できましたら裏返して最後こちらの角を中に折り込みます。うまくできない場合は竹串などでちょっと軽く引っ張って折り込んであげてください。はい、できました。これで羽が完成になります。いかがでしたか？うまく折れたでしょうか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。こちらの羽子板と羽は和風の折り紙だとお正月感が出てより一層素敵になりますので、ぜひチャレンジしてみてください。最後まで見てくれてありがとうございます。 Thanks for watching until the end. チャンネル登録お願いします。 Please subscribe. Have a lucky day. ラッキーな一日を。バイバイ。 See you.